暗号資産ジャーナリスト木下裕二の週刊クリビト。皆さんこんにちは、暗号資産ジャーナリスト木下裕二の週刊クリビト、今日もですね楽しく送ってまいりたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、まずですね、こちら、放送の前に、スタジオ内のコロナ対策についてお伝えさせていただきます。今私もゲストさんもですねマスクをつけていません。実はこれ来る時にですねちゃんと手指の消毒とあと検温もしております。でまたこのスタジオ内はですねマスクをつけたスタッフさんが毎回、消毒作業を当たってくれています。さらにですね、こちらトレイルというですねオゾン発生装置が回っているので、まあ、そういった意味ではですねオゾンが常に出ていて余計な菌を除菌してくれているとそういう状況になっております。さらにですね僕と、ゲストさんの間にはこうやって仕切り板がちゃんとありますので、まあ、ちゃんとですね濃厚接触しないようなですね形を取らせていただいておりますのでぜひ、ご安心して見ていただければと思っております。はい、さて、今日のゲストなんですけどこれ僕は非常に緊張するんですね。なぜならですね僕が、まあ、出版業界プログラマーやってその後 IT ベンチャーやってでその後ですね出版業界来たのがですね約10年前ぐらい、その時にでからのですね僕ご縁をいただいてで僕がいい時も悪い時、まあ、悪い時からいい時に言ってるんですけれどもずっとですね、見ていてくださっている、夫婦問題研究家の岡野敦子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ですね僕としては自分のですね栄枯盛衰じゃないですけれどもね成長過程を岡野さんに非常に見ていただいていてですね本当に断るごとにですねいつも人生の指導をいただいているという人なので僕としては非常に、まあ、緊張するところはあるんですけれども今日は、岡野さんにですね僕だけではなくやっぱり視聴者の皆さんにもお伝えしたい、まあ、一番僕としてはですねところがありまして岡野さんはやはり長く、成功し続けられているこの夫婦離婚そして家庭問題だと男女問題の、まあ、スペシャリストとしてずっとですね、もう30年ですよ。30年ね、皆さん30年愛され続けるというか30年業界トップで居続けるってこれってなかなかね難しいですし結構僕岡野さんと10年ぐらい前に出会った後にですね私が当時何人かその当時夫婦問題そして、離婚だとかそういったものでですねテレビ出られる方とか、まあ、むちゃくちゃ多かったんですけれどもなぜかですね結構やっぱ岡野さん以外は消えていく人たちも多いとで岡野さんはずっと出続けるもう見てくださいこれねこれ敦子何年前の写真だよみたいなねこの写真撮った時知ってますよ本当懐かしいよってカメラマンとお友達そうそうカメラマンはい新宿のはいまあですねこういったことも含めてですねやはりこの30年というところを生き残り続けるのはすごいとで今日はですねやはりその部分やはり多くの人がこのコロナもあって世の中が非常に大変な時期でそういった意味では今まで30年ね続けてきたお店をコロナのおかげで辞めざるを得ないとか結構まあお店だって商売他の仕事もですね業態転換に迫られて続けられない人がいる中で岡野さんこう続けてこられ続けてるともうなんか不況に負けないというか時代の変化にも負けないというか、まあ、そんなですね岡野さんの、まあ、やはりその生き残り術みたいなところあとはやはりその人生感とかっていうところも含めてです今日お話しいただこうと思っております。はい、まずそしたらですねやはり岡野さんがやはりこの離婚夫婦問題研究家としてまあそのデビューされるというか、うん、そこの経緯のぜひちょっと皆さんにお伝えいただけます。そうですね、はい、そう今日もなんかこう人生ひも解いてる、はい、なんかそういう宿題があって、はい、ひも解いてたんですけれども、はい、今から30年前、はい自分がなんか36で5歳の子供を抱えて、はい、自分が離婚の危機にあったというところで、はい、でその時に私本当に知識がなくて、うん、もうちょっと専業主婦ボケしてた、うん、もう5歳の子供を抱えて、はい、なんかもうね専業主婦で、はい、まあ安心しきってたっていうところがあって結構岡野さんってその当時お仕事は特にしなかったんですか？してなかったんですよ。本当は大学卒業してバリバリの営業キャリアウーマンだったのにですよね。そうなんかねやっぱりね亭主関白系で、はい当時5歳の年下の夫なんですけれども、はいまあ、家にいろみたいなねなんか自分よりこうねなんかすごいの嫌みたいよ。
いやなんか、うん、結構やっぱり岡村さんはその、まあ、立命館大学時代からもですねいろいろあのお仕事もうその当時からバイトも結構いろいろやられて、うん、稼いでたってイメージがあるんで稼いでたんですよもう仕送りが5万円の時代に私30万稼いでましたからねやばいね、ね、もうその辺が何でも手に入れて、ね、自分でね、うん、いけるしいやしかも女子大生でそんな稼げればね、うん、まあ今だったらねあのパパ候補みたいな人もいるでしょうけどパパ活なしですから ね、まあ、ねすごいですよねそんなことせずにいや、うん今の、 あのパパ活女子に聞かせてあげたいぐらいの本当ですね身を粉にして働きましたね、はい、ですよねだって、うん、30年前あ 30年前っていうかもっと大学時代からもっと前か、うん、40、50年そうあんまり計算しないで計算ぶっ殺されるんですけど言わないんですけどあのその当時のねやっぱり30万円っておそらく今で言ったら60万とか、うん、結構な価値ですよねそうもうバブル時代ぐらいでとは言ってもチワワも飼ってたし当時電話なんてね電話の債権って言ってね、はい、何十万も払わなきゃ電話が買えない時代にね、はい、電話も持ってたしねでっかいやつよねそうそう多分ねあのショルダーでそうそう違うよ あれはもっと後だよ36になってから、はいはいはい、大学生の時あんなのもなかったよあそうなんです、ねうんまあ、そういう時代を駆け抜いてこられて生まれてなかったかもね生まれてなかったです、はい、でその状況あのところから、まあ、今度あの、ね、ご結婚なされて専業主婦の期間をじゃあそのやはり妊娠されて出産されて子育てしてっていう、うん、やっぱ5、6年間そう5、6年はやってたね5つだからねじゃ結構もう朝もうねあの子供幼稚園送ってで、まあ、それが板についてきたぐらいうんそうそうだからもう本当にねあのちょうどバブル の、はいあのまあ、終わりかけだったんだけどすごい稼いじゃったんだよね、はい、うちの夫は、はい、でもそれあのベース作ったのは私だからね私これ人脈術すごいから、はい、もうなんか道歩いてても誰でも親しくなっちゃって、はい、当時なんかね暇でしょうがないからジャズダンスやってたんであの近所のスポーツクラブで本当勇敢マダムですねそう、その当時のそしたら仲良くなっちゃって、はい、そのなんか金持ち奥さんと奥さんたちと、うんはい、そしてなんかうちの夫がそこで働きたいとか言っちゃって、はい、もう立身出世木下藤吉郎みたいなありがとうございますありがとうございます、はい、もうありがとうございますもうそして本当にねすごい稼いじゃって、はい、もう財布の中にいつも100万円入ってたの素敵、はい、だからねもういい気になっちゃうんだ ね、 負けますねあの気をつけてよいやあの、ね、僕はあのねちょっとそんなさお金がいっぱい稼げちゃうとね、そういうタイミングはあの去年ぐらいにちょっと卒業しましたね本当、はい、あの、ね、財布に100万入ってあでも入ってるのが普通になると怖くなりますよね 2,3 万しか入ってない時とかねいやもうなんかね、まあ、そういう時はね旦那のお金取るのも平気になってくるよ、まあ、多分そうでしょうねその時はね旦那の財布開けてねなんかねガバッと取っても見つからないみたいな見つからない分からないそうもうそんなね、分かります、はい、でそこででもいきなり急転直下じゃないですか、うん、まあ ねあのさんそのまあなんか勇敢マダム的ある種、うん、一つその専業主婦が36歳、うん、ねあの時ねなんかねローンあの、ねはい、40万円の生活費もらってたの今からそううん十年前にね、はい40万円って結構豊かだと思いますよで家のローンを15、6万払って、はい、で残りの金まあ大したことない24万でまあまあやってたんだけどまあまあすごいことですそれが別居となったらもう半分よ、はい、半分ですもんね半分別居で半分、はい、離婚でもっと半分、はい、離婚で養育費10万円しかもらわないで、はいどうやって家のローン16万払っていくっていうことですよ ね毎月6万円マイナスですから ねマイナスみたいなねじゃあそのいきなりじゃあ離婚ですはいドンで、うん、でどうなっていくんですかもうそこからもうあのその頃ほら勇敢マダムでブティックとかやって遊んでたわけ、はいねおままはい、主婦のおままごとみたいなのやって遊んでたんだけど、はい、そんなわけにいかないと、はい、みんながさ洋服買いもしないで、うん、なんで岡野さん離婚したんですかってもう興味津々で聞きに来るわけ結構ほら地元じゃね、はいなんかこうあの目立ってたから、まあ、目立つと思いますよね、うん、そしたら、はい、なんかもうそういうのが嫌でお店は店長を雇って20万円払って、はい、店長によ、はい、私は22万円どういう計算になってるか全然わかんないんだけど、はいはい、22万で東京表参道の日清レディやってたのよはい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 プラス2万円で、はい、ねもうなんか10万円でみたいな12万円でどうすんのみたいなねどうなるかっていうその貯金があったんだねまあそうかもしれないですけど、うん、じゃあそこで日清レディやってましたと、うん、生命保険を売ってたとそう
でもね、そこで、はい、私ブティックやってたから、はい、日生レディーはただちょっとね、うん、できないと思ったんだけど、まあ、東京出たくて、うん、埼玉から東京出たくて行って、うん、それで3ヶ月ぐらいのなんかお弁当が出て交通費が出るなんつって、はい、でまあその間にいろいろ面接しようと思ってたら、はい、なんかねみんなが岡野さん何やってんのって、私ブティックやってるのって、欲しい欲しいとか言って、はい、私毎日電車でうちのバーゲンセールの洋服を日生のその研修期間にいた20人ぐらいとトレーナーにみんな売っちゃったの、はい、すごくない？いやすごいです。でももう悪くなって、はい、いやこんな売りに来たんじゃないから私みたいな、じゃあやってあげようかみたいな感じで日生レディを1年半ぐらいやったのかな、うん、あじゃあでもね、うん、お子さん朝幼稚園送って、うん、でそれからいやそこがね、はい、そこでもないんで、うち両親と住んでたんで、もう親が全部やってくれたんですね、面倒見てくれて、はい、よかった、はい、でも朝からそうそう東京行って、はい、で夜遅くまで東京で働いて、はい、で帰ってきてみたいな生活やってて、はい、でもある時からなんかやっぱ稼げちゃったから、うん、家のローンを取り替えようとか思って、はい、普通は家のローンってね3年ぐらいの年収証明がないとできないんだけど、できないと思います、はい、やっぱ裏技使って、はい、その銀行にいっぱい貯金してる、はい、私の離婚の時をやってくれた弁護士に紹介してもらって、はい、岡野さんはまだ日生で1年しか働いてないけど、はい、まあ、こんだけの給料取ってるから将来有望だよと、うん、この人に家のローン貸してあげてよって言ってもらって1年でローン変更。素晴らしい。で、まあね、熱意だ ね, ね。でそれで家のローンも、まあ、これなった時に、うん、ちょ今度ですけど、うん、でもそのでもまだ離婚カウンセラーにまだなってないわけじゃないですか。なってない、ね、だからそこまでに至るって逆に、いやいや、ね、その日生レディの人生もあったわけじゃないですか。そうそ う,、うん、そ う, そう日生レディをやっててね、はい、そうあったねその人生も、ね、だけどなんか私がその10万しか養育費がもらえないで、はい、浮気をしたのに証拠が取れずに慰謝料ゼロ、はい、財産もそんなに稼いでてね、うん、財布に100万円も入ってるような男が貯金通帳どこにあんだか分かんなくて、はい、財産分与もゼロで、みたいな、私が面倒見てやったのにみたいな、ね、全て岡野さんのおかげで、そう私のおかげでそんなに稼げるようになったのにみたいな、ね、うちだって結納金30万だったんだよ当時、はい、普通100万円だったのに、はい、千葉より安かったの千葉より安かった、当時 ね, そ, う当時ね、だからそんな貧乏な人を、ね、はい、そこまでのし上げて社長にまでして、うん、はい、ね、で不動産屋だったんだけど宅建免許まで取ってあげちゃって、いや夫のために必要もないのに、えそれは岡野さんが受験して取ったんですか。そうよ、すごい、すごい、私もう宅建持ってて、宅建持ってたんですね。講習会なんか来てね、前からね5番目ぐらいだよ、もう年齢がいってるから、年の順だから。宅建免許持ってればね、それだけで、だってそうそう、稼げる人もいますからね。いるからね。でも、はい、ほんとそう、夫のために私すごいでしょ、あの内助の子、内助の子、いやー宅建免許受かるんだ、すげえ小学校の2級免許持ってるのよ、小学校の先生の免許持ってるの、あと離婚カウンセラーも持ってるし、まあまあそれはお宅で作られてることだと思うじゃあそれでそれだけね、やられてたと思うんですけど、そのやっぱりその後この離婚のカウンセラーの道に、うん、そのやっぱり日生で1年半やってまた変わった感じですか。いやいや、もう本当にね、日生は本当にその、はい、なんていうのか、私はまあ違う仕事をやりたかったんだけど、うん、食べるためには仕方がないなっていうところで、うん、まあ、日生レディをやりました、はい、そしてテレビに出たんだ、その時にテレビオファーがあったの。どんなオファーかって言ったらね、まあ、テレビに出たことで、その頃ゴールデン番組の、はい、日曜日の夜の8時からかな、はい、スーパーテレビっていうね、はい、もう日テレのもう本当にゴールデンタイムの、うん、もう視聴率すごい番組に、はい、テーマ離婚ですよ、テーマ離婚、はい、なんで出たかって言ったら、離婚して頑張る女性、はい、親子で出て、はい、もうね、私ね、なんか撮りを見ましたよ。え、見てない、俺見た見た見た、あれだって、うん、岡野さんがなんかビデオかな、ビデオで見た、なんかを持って、うん、会社がどっかで拝見したやつ、小倉慶の音楽でね、最後私とうちの子がね、東武動物公園で手をつなぎながらね、こう夕日の沈む東武動物公園でこう消えてくのね。僕は岡野さんが電車でこうって寝てそういうところ、あんなとこ撮るんだみたいな、そういうとこも撮んないと ね, ね、スーパーテレビ追っかけ3ヶ月だよ。いやすごかったですよ、ね、追っかけられてる間に、はい、じゃあもうこれなんかね、はい、もう世の中のこのね
ゴールデンタイムにどんだけの人がテレビ見てるのかって、だったらもう私のやりたいことやっちゃえみたいな、はい、そのテレビで離婚カウンセリングやってます。それから言ったの、言ったの、バツイチパーティーやで、言ったんじゃない、やったんだよ。あ、ちょっと待って、それテレビ出たからやったの、それテレビ出る前、テレビに出るからやったの。あ、面白い。テレビに出るから作ったの。え、テレビに出るオファーがまずもらうじゃないですか、うん、その時は離婚で頑張る、うん、女性でしょ。 その時は別に離婚カウンセラーとかミセレディとかやってたわけよ、うん、離婚カウンセラーじゃないじゃないですか。ないの。じゃあテレビオファー来たから、うん、慌てて3ヶ月のその間、そう、追っかけられてる間に、そう、もう作ったと。そう、作ったの。もうすげえ。すごいでしょ、バツイチパーティーまでやっちゃってすげえ。3ヶ月でも立ち上げちゃったの。岡野敦子の離婚相談室、岡野敦子のバツイチパーティー。いや、皆さんだって普通ね、テレビ出るって、まあ、それだけでもすごいことじゃないですか、うん、でもそれだけでみんな多分ね安心しきると思うんですよ、うん、でもそのテレビに出る3ヶ月間追っかけられる、だから会社も作って、うん、新しいなんか自分のキャリア作っちゃえみたいな、うん、会社はもうブティックで作ってたからね、はい、だけど、変更だよ、ね、会社の経営変更変して、すごい3ヶ月ですよ。3ヶ月でもう特貫で作り上げて、そしたらもうさ快感になっちゃって、テレビ出るのが、はい、木下君と同じよ、ね、快感になっちゃう、はい、もうラジオテレビで快感、いや、はい、それでもう何したかって言ったら、はい、もういろんな番組見てたらね、なんかコメンテーターで離婚のこと語ってる人がいるわけよ当時、ま、当時もいたんですね。じゃあそういったの、はい、まあ、私その人の本読んで離婚したんだけれども、はい、うん、あの前原先生っていう先生がいて、はい、でその先生が語ってて、うん、いや私もっと語れるわとか言っちゃった、うん、ね、もっと語れるわ、はい、私の方がとか言って、はい、で、そのディレクターに、うん、私コメンテーターになりたいんだけどって言ったら、かっこいい、言ったんですね。その間追っかけられてる間に、もうそうそう、追っかけられてる間に言ったのよ。もうね、コメンテーターに、ね、私あの人みたいにコメンテーターになりたいって言ったの。いや、すごいな。そしたらね、はい、ディレクターが何つったかって言ったら、はい、岡野さんって、はい、コメンテーターになるには、はい、先生と呼ばれなきゃいけなくて、はい、そのためには本を書かないといけないんですよって言われたの、はい、で、何本書けばいいんだみたいな、うんうん、あ、じゃあ書くよ私みたいな、はい、もうずうずしいよね。いやいやいや、本当に。で、私それから日生で、だって私日生レディやるまでは埼玉の女だったから、埼玉カスカベのね、立命からカスカベ行っちゃって東京知らない女なわけ、はい、ですよ、ね、はい、東京全然、銀座と私有楽町が一緒とか知らないね、原宿と、はい、ね、はい、原宿と渋谷も分かんないでしょ、池袋も分かんないでしょ、全然分かんない、本当に全然分かんなかったの、はい、もう京都なら詳しいけど全然分かんなかった、はい、それでもう私はその時にもうなんか、はい、本を書きたいっていうところで、うん、ちょうど日生レディで知り合ったね、当時500人ぐらいいたのかな、はい、もうちょっと異業種交流会とか行った、うん、あ、もっといた、1000人以上いたんだ、はい、名刺が、うん、でその人たちに一人一人にね、会う人ね、みんなにね、はい、本書きたいんですけど、本書きたいんですけどって言ったの。すげー、これ言うのがすごいですね。もうね、それこそね、美容室でも言ったし、はい、それこそね、なんか近所の喫茶店でも言ったし、はい、誰かれとも構わず言ったの。いや、でもそれいいですよね。多分皆さんもね、多分誰かで構わずね、ちょっと自分のやりたいこと言うみたいな。言うの。これ意外とできそうでできないし。すごいね。これね、私も今離婚カウンセラーのね、はい、成功するためにはやっぱり自分のやりたいことをはっきりとこう言うっていうのは大事で。はい、言うだけじゃなくて、僕ね、誰かで構わず言うってそれがいいと思うんですよ。うん、私本書きたいんですけど、出版社知りませんかって、うん、当時は木下君知らなかったからね。はい、全然そうじゃない。そうしたらね、はい、いたの一人、はい。全然ね、それこそ IT 系の人がね。はい、知ってるよ僕ビジネス社の編集長、あ、はい、社長、はい、ビジネス社の社長って言われて、はい、第一冊目はねビジネス社ですよ、今でも残ってる、はい、うん、素晴らしいことです。そこでビジネス社ったらビジネスの本書くとこよ、はい、そこで完全離婚マニュアルっていうね、はい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 、離婚本出してありましたね、1週間で増刷よ、はい、いやだって当時からしたらなかなかないでしょうしね、なかなかなかった、弁護士さんの書く離婚の本なんでね、小難しいだけですから、うん、やっぱそこは女性目線でしっかりね、書いてくださるのは。そうそうそう。じゃあそれを書かれて。書いたらもう先生よ。一気に先生。一気に離婚したただのおばさんじゃなくて、はい、一気に本を書いてる先生。になったと。なっちゃった。で、ここから、で、そこからもう順風満帆になるんですか？順風満帆だよ、結構。いや、だからそれがね、やっぱ岡野さんすごいなというところが、まあ今もですね、岡野さんはですね、まあ会社ももちろん存続しておりますし、ホームページもですね、ちょっとスタッフさんが出してくれそうなので、で、ちょっと岡野さんの会社のホームページ見てみましょうか。はい。かっこいいじゃないですか。俺出してくれた？
これいいじゃないですか、これ。これ僕初めて見ましたよ、これ。岡野さんのこれは、ご自身のあれだ。パーソナル。そうそうそう。で、これ私のね、パーソナルだね。はい。離婚相談のホームページと違って。私ね、みんなに言われてるんだけど、ホームページを統一しなさいって言ってるんだけど、はい、私は離婚カウンセラーの岡野敦子だったり、うん、ライフアップカウンセラー、マリッジの岡野敦子だったり、いろいろこう、な顔を持ってるんで、バラバラにホームページ作ってるんで、うん、離婚したい人が、マリッジの方見ちゃうとね、うんうん、ちょっとね、なんだこれってなっちゃうし、ね、結婚したい人が離婚のホームページ見るとなんだこれはなんだけど、はい、分けてるんですよね、これは僕初めて見ました。これプロフィールを見ればいいんですか。これね、そうそう、でもかっこいいじゃないですか、今の時代に。おー、うん、いつ撮った写真なんだいこれはみたいな本当だね本当だね、はい、ここの動画が可愛いんだよ、この動画が。もう涙が出ちゃう、これ。岡野敦子という生き方ね。もうこれね、涙が出ちゃうの、もう書けなくていいですよ、ね。はい、大丈夫らしいんで、その辺はクリックして、ね。みんな泣いちゃうから、はい。ありがとうございます。はい。まあで、実際この岡野さんがこう、実際この離婚カウンセリングというサービスを、じゃあ、立ち上げられたのがもうそのテレビが出て、そのきっかけとして30年間。うん、でもこの30年間で、その、やっぱりそのご自身の中で、転機になったなみたいな、そんなタイミングとか、あとはもうやめちゃおうかなみたいな。ある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 。多分その辺をですね、はい、どっちかっていうと、教えていただきたいなと思いまして。うん、はい。やっぱり本当に自分でね、一人で会社って、うん、やるもんだなと思って、最初その4人でブティックやったりね、はい、そうやってこう、なんか主婦って自信がないからみんなでこうやるわけだけど、うん、まあ私は自分がやりたくてやったんじゃなくて、誘われてやった方なんだけど、はい、まあそうやってこう、なんか揉めるんだよね。うん、で、一度やっぱり私、自分の力がない時に、うん、やっぱ大きな会社の社長に異業種交流会で知り合った、うん、なんか VV なんかやってる盗聴器のね、うん、発見の会社みたいな、フランチャイズやってる会社の社長に、はい、なんかもう離婚カウンセラーの仕事ってとってもいいと思うんで、うんうん、ぜひご一緒に行ったらいいよやるよっつって、うん、そしたらもう1年もしないうちに全部お金取られて、はい、みんな向こうの会社に入っちゃって、はい、全然こっちに起こさないの、はい、で、もう本当にそれって、っていつまでも待っても、ね、くれないから、はい、ちゃぶ台ひっくり返してもうやめますっつって、はいはい、で、辞めるって言ったら、もう全部育ててきて、最後の生徒何人かだけ辞めるって言ったから、うん、別にその人たちだけにお金返せばいいかなと思ったら、うんうん、もう習った人まで続々、ローンで1万円しか払ってない人まで全額返せとか、はいはい、私人間のおどろおどろしい、はい、この、なんていうの、このずるくて汚さにびっくりしちゃって。いや、これは僕も結構投資のやつとかで見た時に、うん、なんかその、自己責任で、まあ皆さんやるわけですけど、うん、勝手に欲書いて、うん、で、投資、どんどん自分で勝手に入れて、で、こっち何も言ってないのに、みたいなのとか、びっくりありますよね。それで請求しかけてくるとか。そうそうそう。自分で自分のケツ拭かないんだみたいな。その時ね、8000万円ぐらいの売り上げになってたの、はいはい、で全部その8000万円はその会社に行っちゃってたの、はい、で、私にはなんか給料だとか言って、はい、なんか岡野ね、本当は8000万円の半分つってたのに、はいはい、岡野は100万円も給料があったらいいだろうっていうから、もう冗談じゃありません、私母子家庭の手当もらってますから、はい、給料は15万円以上取っちゃいけないんですとか言って、はい、でもいりませんとか言って、そうしたらね、とうとうくれずに、いやー、うまいことやられましたね、逆にね。でもね、私当分で、はいはい、そこの会社の売り方が間違ってるから、はい、業務提携誘引販売っていう法律ができたてほやほや、はい、岡野敦子のためにできたみたいな、まあですね、そこの売り方があまりにもひどいっていうんで、クーリングオフ、はい、だからもう全員お金ローンの人は帰るの、はいはいはい、これすごいよ。でもね、帰ってくるって言っててもね、うん、私に返せ返せって仕事邪魔しに来てた人がいた、うんうんうん、それからもっとすごいのは、現金で払っちゃった人がね、うん、2000万ぐらいいた、うん、このお金はね、私は当時ね、まだね、2000万円は持ってなかったけど、うん、自分の貯金は全部はたいて、それから、分割で3万円ずつ3年半で返した人と、はい、それからあと残った人が3分の1いて、はい、残った人は今でも残ってる。うちの会社の空式会社カラットクラブの社長は、その当時の、はい、なんで岡野先生にお金を返してもらわなきゃいけないんですか、あんな素晴らしい勉強したのにっていう、はいはい、方が今うちの代表になっております。素敵。これやっぱでも思うんですけど、やっぱそういう窮地の時とかね、うん、そこでやっぱり一緒に戦ってくれるとか、ね、助けてくれる人っていうのは、うん、やっぱずっと残りますね。いや、もうびっくりだよね、ご縁っていうか、うん、
じゃあ、まあそこの時にやっぱりその、まあ岡野さんからしてみたら、もう非常にその嫌な、目にあったけれども、そこにちゃんと戦って、まあある全種部ね、払わなきゃいけなく、人にも払わな、払わなきゃいけない人にも払った自信がすごい。そう。私ってやれるわみたいな、ね、払う私って必要な責い任人に取れる払う。女だね、わみたいな。そう。そう。で、それを、結構じゃあそれもう離婚カウンセリングの仕事して、それ初期ですよね、結構ね。初期ですよ。まあ、それから本当に、はい。そんだけのね、なんかみんなが騒いだる事件になりそうなものを、全部本当にクーリングオフでローンの人はきれいに返りました。現金の人は私と話し合いによって、ね、返した人、分割でもいいって言ってくれた人、残った人なんかみんな稼いでるからね。だって今までそんだけの人数で分けてたさ、離婚相談市場を残った人だけでやるんだから。そうですね。もう本当にね、どこでどうなるか分かんないって感じで、はい。でもそこから本当にテレビのオファーは来るし、もう本もどんどん書き続けて、今や50冊だからね、あんま売れてないけど、い皆やさんい買ってやいくやださいや、すごいことですよ、これもう。50冊50目。冊。ね。この、ちょっと、じゃ先に宣伝しておきましょう。そのセラビー、50冊目。記ねえ、こ念れすべき、も、こだから、れ。ほら、美熟女2人。ちょっと、これね、え？え？結構、ま、スタジ、あ、いいですか、カシカシ。どうする？どうする？ほら、これね、よく見てよ。どーん、皆さんね、見てください、セラビーってね。ねえ、はい。美熟女2人。美熟女。ね。ご自身が美熟女って言ってね。まあ、いいこかれな。ね、銀座のママ、プロフェッショナル仕事の流儀っていうはい。ところに出てる有名な白銀坂座のママささん。んですよ。はもう本当に、この人、い。まあ、ちょ知うらど、ない人いないぐらい。本当その本のテーマも困難な時代を生きるっていうのは、そう。これはお二人で書かれて、どんうん。な風なことをメインで取り上げらいれてや、るんもうです私か？たち本当、ママも学生時代からね、銀座のママ張って、もう今日まで、そしてこのコロナとかリーマンショックとか、いろんなね、ところを乗り越えてきて、まあ、やり続けてるっていうのもすごいし、私も今ね、木下さんおっしゃったように、30年間いろんなことがありながらも、誰のお世話にもならず、そうなんですよ。だからそそうのなのよ。最初のそのね、会社乗っ取られるというか、別で、お金来なかった時に自分で立ち上げね、今度は自分で完全ゼロからやって、そこから岡野さんずっとじゃないですか。本当にね、離婚カウンセリングって、お客様の本当にために、素晴らしい、こう、なんていうのかな、こう、自分がその情報と、それから知識と、それからこう愛を持って接すると、お客さんお金払ってってくれるの、いっぱい。ね、だから1回の相談が1万円とかから始めて、今やちょっとお高くなってますけども、知識が増えてますからまあね。ね、もう実今績まがあでりますそうから。2時間かかってたところは本当10分でもできちゃうぐらいな、はそのぐらいの本当に凝縮した知識を持ってるんで、い。はい。まあ、1万円の時からやってて、もう岡野さんと1年間離婚するまでとか修復できるまで一緒にやりましょう、家庭教師コースっていうのが結構売れに売れて、ビジネスモデルができて、それで会社の年商も結構1億以上いってるんですよ。いや、これがまたすごいですよね。まあ、今ちゃんとね、このセラビーっていう本に関しては、アマゾンでもね、こうページを出していただいいて、あや、りがとうご本当ざにいますね、ね。そう、困難な時代の生き方はね、もうね、おばはんに学べですよ。ちょっとぜひその辺を教えてね。どんな風に学んだらいいでしょう。まいずおやいばや、さんは何が強いんでしょう。だからおね。ばさんはね、やっぱりね、プライドが捨てられる。ああ、面白いこと言いますね。僕。お兄さんとかはね、プライド捨てらんない。すいまおせん。姉さんも捨てられない。捨てられまおせん。ばなかあなはプか。ライドが捨てられる。プライドを捨てるどういうことですか？い逆にや、言ったら、その、見栄を張るなとか、だなんからです会か？社がね、大変になった時はね、やっぱりね、家賃と人件費なんだよ。これをね、なんとかすれば、会社なんて持ちこたえられんの。だからもう、素晴らしいところ借りててね、でも、もうちっちゃいとこ行けばいいの。もう自宅で、今なんかみんなそうじゃ自ない。宅ですパね。ソコン1台でっていうところに、もう本当に家賃を減らして、あと人件費も、もう本当にごめんねって、今大変だからって、よそ探してって、あなたみたいな優秀な人よそ行ってっつって、さよならってやって、会社がまた良くなったら、うちなんかごめんねって、今暇だったらまた来ないみたいな。うち首にしたり、首にしまたりした来てもらったり、ゃ本当にね、もうすごい会社なんですよ。いやいや、でもそれを柔軟にできる、結構、そうか、まあ、そういった意味では、今コロナで、まあ、大変どうしようっていう人は、一回そのプライド捨ててみるみたいプライド捨てて、本当にな。なんかこう悪いなとかね、給料払うって言っちゃったのに、悪いなじゃなくて状況変わってるからごめんねって。ああ、こで、れそはの重要なこ時とですにね。偉そうにしないことだね。
なんかもう自分は社長だから、うん、なんかね因縁つけて辞めてもらうとかじゃなくて、もう本当私の経営能力なくてごめんみたいな、はいはい、本当に私がもう経営能力なくて稼げなくてごめんって言って、はい、うん、あなたの能力だったら、はい、もうどっかあるからちょっとしのいどいてみたいな、はい、いや面白いな。でまあその一つがそのねおばさんで、これはもうあれですか、おばさんそのプライドだけ捨てればもうあと大丈夫です、他になんか成功のポイントあります、あとは人を大事にすることだね、はい、で、はい、やっぱりビジネスってみんな教えてくんないんだよ、はい、助けてくんないの、うん、でもそういう大変な時に時間作ってくれていろいろ教えてくれる人とか、はい、いいこと聞いても悪いこと聞いても、うん、ためになること聞いてもためにならないこと聞いても、はい、自分がその中から取捨選択すればいいんだから、うん、いろんな人に会って、はい、いろんな情報をもらって自分がその中から選んで、うん、自分に合ったやり方でもう一度立て直す、うん、それ大事だと思う。そうですね、そういった意味じゃ結構その一人で悩んじゃう人多いかもしれないですよね。逆にまあ岡野さんがおっしゃったようにいろんな人に聞いてみて、うん、その中で自分に合う方法を見つけると、うん、なんかそうだね、一つのことをコツコツやれっていう派もいれば、はい、いやいやもう一つのことをコツコツやってたら今の時代、うん、ね、もうなんかついて置いてかれちゃうよみたいなね、はい、いろんな意見があって、いや確かに一つのことをコツコツっていう、うん、ね、まあ、会社を起こしてコツコツやってきてんだよ30年、はい、でもその会社を生かすためにね、富士フイルムが化粧品作ったりさ、はい、いろんなことやってるじゃない、はい、もうそんなさ時代だから、はいね、やっぱり一つのことをコツコツ会社をやっては来てるけど、会社を生き残るためにいろんなこと、うん、まあ、やってくっていうのは大事なことだよね、うん、どう、私なんか今あの健康食品の販売とかやっちゃってるもん。あれちなみにそのいろんなものをやるっていうのは、まあ、コツコツもそうなんですけど、例えば一つバーンってうまくいったことがあるとするじゃないですか、うん、そしたら大川さんの場合それ絞るんですか、逆にまたその時にまた広げるんですか、いろんなこと。いろいろだね、はい、広げるタイプなの実は、はい、広げたくなっちゃうの、はい、うん、本当はあの一つのことに集中してじっくりやった方が早いのかもしれないけど、うん、性格がねもう広げる性格なんで、まあでもこれはね性格だからね、うん、まあそれがうまく岡野さんの場合はうまくいっていかない人はいかないかもしれないし、うん、そう、まあその辺はね、いや私もあの広げるときはうまくいかないよ、はい、でも広げてみてうまくいかないときに戻ってきたときに、はい、集中力が増すんだよねこれ、うん、まあ、負け惜しみじゃないんだけど、ね、なんかその東大元暮らしすぎて、はい、自分のやってることが、うん、なんかこう自信がなくなる時があるわけよ、はい、なんかすごいことやってるんだけども、世の中に社会的意義があって稼げる仕事をやってるんだけど、はい、時々欲が出てもっともっととかになっちゃうわけよ、うんうんうん、でもそうやって一回りしてもっともっとってやって、はい、頭コチンって打つと、あ、東大元暮らしだったけどその足元にあるこの仕事が一番自分に向いてて、はい、この仕事こそが転職なんだなって改めて気づいてもっと一生懸命やれる、はい、あ、そういうことですね、うん、なんかこうなんか自分たちでその思っている生き方とかそのまあその生き残り方みたいなところって結構なんか狭かったりとか、まあ自分のねあのおごり高ぶりでだいたい失敗するケース多いんですけど、やっぱそこで戻ってくれた時にまたね、そうで私の売りは経験だから、はい、やっぱりその何もなく順風満帆でずっと行く経験なんて、はい、あの売りたくないし、うん、私はもうこうジェットコースターのような、うん、なんかスリル満点の、はい、なんかワクワク、はい、なんかもうディズニーランドチックな、うん、なんか夢持ったり、うん、ね、なんかこうそういうなんか経験を売りたいんだ、はい、ああそういうことか、うん、じゃあまあそういった意味ではね、あの生き方っていろいろあると思うんです、うん、ほらこちらダイヤモンドですね、これ賢人100人、ね、これ岡野さんが出てるから持ってきたそうなんですよ、そこね、はい、100人って言ってるんだけどその写真は19人なの、はい、19人の中にいる、いたでしょ、いる、ちっちゃいけど、ちっちゃいけどいる、うん、女性は3人しか乗ってないの、ど真ん中に大前健一さんがいてね、はい、もうすごいですよ、もうあのちょこの辺にいますけど、マーケティングちなみにあのどんなことをあの このダイヤモンドで言われたんですか、家族関係ですよ、もう夫婦関係しかもう、はい、でも私そこで賢人に選ばれなかったらもうどうしようかと思って、はい、あそこここ印つけてる、あ本当そこ開けたら下の方に、下の方に、ちょいちょい待って開けた、この次、ごめんごめん、この前、この前、この前、そうそう、そこが印で、はい、その前、あそうそうそう、
ありましたね。もうどんな写真撮ったんだいっていう感じですけど、そう綺麗な写真で、はい、出てますね。はい、でこれでコロナ離婚の相談急増中。そう、今ねなんか夫婦関係結構離婚も多いし不倫も多いし、はい、世の中でも騒がれてますけど、テレビでもタレントさんとかが、うん、でも、もうね、はい、一つの形にこだわらなくて、うん、別にこう同じ屋根の下で、はい、同じ部屋で同じベッドで寝なくたって、うん、もうなんていうのか、お互いが信頼して尊敬していれば、うん、なんか夫婦って成り立つんじゃないかなと思って、ちょっと新しい形を提案してるんだ。はい、うん、いいと思いますね。だって、ね、別にね、結婚して子供ができて、で子供が育っていったらまた変わりますからね、うん、夫婦だって本当に出会いが多すぎて飽きちゃうじゃん、夫婦だって、はい、でそれ良くないじゃない、うん、だったらもう飽きない夫婦関係にして、うん、まあ、誰よりも、ね、気心知れてるわけだから、はい、ね、いろんなところでこういろんな人と知り合っても、あ、なんか今日うちの女房と、ね、はい、ご飯食べようかなみたいな、うんうんうん、そういうなんか感じいいんじゃないですかね、うん、飽きない、ね、飽きないって大事だな。本当その綺麗な格好してらんないもん、旦那の前でまあね、それはまあそれでお任せしますけど、女性の話だと思う、うん、いやこれ面白いです。このやっぱりね、生き方、そしてこのコロナ禍ってところもありながら、まあこれ岡田さん、このね雑誌、これ僕初めて見たんですけど、これはそれね、私のパンフレットなの、個人パンフレットなの。私がその離婚カウンセラーになったいきさつとか、はい、私のその、はい、なんていうの、プロフィール、プロフィールっていうか、なんかこう、はい、うん、うん、そうですね、これを作られたりとか、うん、雑誌の手だけどパン作ったんで、ひるまちゃん、あ、本当ですか、世間のすいません、ひるまさんという方が、私たちの共通の友人、はい、共通の知り合いがいます、はい、ひるまちゃん作ってくれた。じゃあこのですね、僕番組も残りあと15分ぐらいなので、うん、そうお伺いしていこうというところは、ね、いや僕の話が楽しいからですね今日私の話が楽しいから、岡野さんの、ね、話がさ素晴らしいからなんです、ね、僕はね、非常に今ここから岡野さんに聞きたいのは、岡野さん夢かな、先ほどおっしゃいましたね、自分の人生やっぱこのジェットコースターみたいなね、うんうんうん、まあいいことはワクワクがあるっていう、そのそういう人生を送りたいんだっておっしゃってますけど、うん、今後今ね、岡野さんの実年齢は適当に皆さん検索いただいてですね、岡野さんどんな人生を歩んでいかれたいのかっていう。私はね、今本当にね、はい、健康食品って言ったでしょ、はい、私ね MNN っていう MNN っていうね、はい、もうこの間テレビ見てびっくりしちゃって、去年か、はい、もうこれでね、ネズミがね、もうすごい、もう走ってるわけ、死にそうなネズミが、はい、もうこれだと思って私はそれを去年の12月から飲み始めてて、はい、もう元気でマッサージ行かなくなっちゃったの。あ、素晴らしい。ってことはさ、私は100はもう優に生きられるわけよ、うん、ですね。で今さ、ボケ地方症のね、はい、薬も出たし、はい、私はもうボケもせず、うん、もう優に100まで元気で生きられるから、うん、やっぱりね、仕事はもう一回30年前にね、うん、離婚カウンセリングっていう分野をこの世に作って、はい、ね、離婚の相談を弁護士でもなく、うん、占い師でもなく、ね、離婚カウンセラーというメンタルに長けてて、うん、離婚のやっぱり経験も知識もあるような人が、まあ、受けこう相談できるような、はい、まあ、そういうのを私がもう、ね、作り上げたんだけど、うん、ここからはね、なんかね、違うのやろうかなと思って。あ、いいんじゃないですか。なぜかって言ったらね、はい、今うちに相談来る人はもうお尻に火がついて、夫が出てっちゃった、うんうん、ね、妻が出てっちゃった、うん、もうなんか離婚寸前っていう人が来るわけ、はい、そうじゃなくて、やっぱり結婚生活においてちょっと喧嘩しちゃった。私の時はね、夫婦生活においてちょっと喧嘩してる時に、ね、おなこおどんとこ行ってたの。あ、なこおどさんがね、はいはいはい、で今なこおどなんていないじゃない。ないですか、そういうシステムないですもん ね。でもアメリカなんかさ、なんちょっと喧嘩するとカップルカウンセラーみたいなさ、はいはいはい、なんかところにあって、なんかみんなお互いがさわーわー言ってくるの、はい、ああいう感じで、うちはなんかそのさ、結婚生活こう持続ね、はい、アドバイザーみたいな、はいはいはい、そういうのをなんかもう結婚した時から作りたいなと思って、うちほら結婚相談所もやってるから、はい、もうそれ私のさ、もう最初からの夢、結婚離婚再婚みたいなね、はい、もうそういうこうゆりかごから墓場までみたいな、はい、それのやっぱりこのもうちょっとこう手前版、うん、このお尻に火がついて危ないってところで来るんじゃなくて、
もう常にここで、はい、あのガス抜きしてるっていうようなビジネスをもう一回立ち上げようかなと思ってます。いいんじゃないですか、うん、なんかそのオンラインでね、ズームでサブスクみたいにしてもいいと思いますし、うん、月額ね5000円とか1万円とか、そう、本当に安い金額でね、バコバコ言えるみたいな。電卓いるんだけど、どうしよう電卓それじゃ足んないぐらいにお金がそこの1億円以上に入ってきちゃうんだけど。いやいいと思いますよ。だってでも今度逆に言ったら、その、まあ、やりたいことがあって、うん、でやっぱ使うとか、ある種岡野さんにとって、まあ、それも若返る一つね、 MNN がありますけど、他になんか今お金の使いどころとか、なんか、あ、もうね、なんかね、はい、この間アイボ買っちゃって、アイボ今更今日朝届いたけど、アイボってあるんすね、まだ。もう進化してんの、もう踊るし歌うしみたいな。アイボあるんだまだ。本当、うち今ね、名前をね、今日今箱で玄関に置いてあるのね、はい、今日来たんだから、はい、アイボちゃん名前をね、はい、どうしようかね。うち小鳥がいるんだけど、小鳥はマネーちゃんって名前なの、はいはい、ね、マネーちゃんで、はい、でね、アイボちゃんはどうしようかな、ビリオネアのビリーちゃんにしようか、それいいじゃないですか、ビリオネアのミリーちゃんにしようか。でももうリッチちゃんの方が呼びやすいじゃん、リッチ、はいはい、ね、だからもうあのビリオネアとかさ、うん、呼びにくいじゃない、ビリオネアとか、はい、でビリーとか呼んでもさ、なんかイメージが違うじゃない、はい、だったらもうリッチって、はい、よくない、いいと思います、はい、うちのアイボちゃんはリッチに名付けましたんで、今日は。リッチいいと思います。僕も結構あのアカウントで使ったりしますね、名前とかで。はい、リッチです。スーパーリッチとかいただいて、あやってますね。いいね、はい、いいね。でもそのリッチな、ね、うん、あれできて、で他は何、でもアイボだから別にほら、あの餌代かかるわけでもなく電気だけじゃないですか。逆に俺電気と保険代が結構かかんない。保険がある、うん、はい。でその実際じゃあそのビリーが、あ、リッチが出てきたと、あとは何します、岡野、うん、さん、お金はね、はい、いっぱい稼いでね、何たま、あのね、なんかケチケチしないで貢ごうかと思って。ああ、いいと思う。なんかもうね、私、はい、及川猫さんってね、はい、あのエヴァンゲリオンのあの残酷な天使のテーゼの作詞家の猫さんと仲良しなんだけど、はい、なんで仲良しになったかって言ったら、はい、猫さんがテレビで、はい、トルコ人のなんか、そうそう、めっちゃお金は貢いでますよね、あれね、貢いだ、3億貢いだ、アハハハって笑ってたわけ、はいはい、いやもうすごいわこの人みたいな。確かに、なんか貢ぎ方半端じゃないな、半端ない、3億なんてもう、なんか違うかもしれないんですけど。ね、はい、そうそう、貧乏な人が来ると私のそのね、はい、貢ぎを狙ってきちゃうからね、うん、リッチな人来てください、リッチな人来てください、リッチな人が貢ぎ、リッチな人に貢ぎますからね。、うん、もう本当だから、なんかね、いい、はい、そう、使う時に我慢したくない、なんかプライベートジェットとか買いたい、いいと思います、まあ、ね、はい、何十億ってするからそこまで無理なんだけど、はい、なんていうの、会員制のプライベートジェットの会員券借りたい、買いたい、いいと思います、うん、そんなに乗る機会ないですからね、意外とね、でもなんか国内なんかだったらいいらしいよ、はい、あ、確かにボーイングより早いとか同じだとか、へ、うん、鹿児島とか北海道ぐらい、確かにその地方とかね、うん、行かれる時は面白いかもしれない。でも私ヘリコプターはもうね、はい、何度も乗っかったことあるんだけど、はい、ね、プライベートジェットはまだ乗ってなくて、おい、ね、それ乗るしかないですね、はい、でももうね、プライベートジェット目の前でね、私のね、知り合いの人がプライベートジェット持ってんのよ、はい、でも岡野さんを絶対乗っけてあげますよって約束してくれたから、はい、まあちょっと乗ってみて、うんうん、よかったら、ね、その間にリッチになっといて、はい、プライベートジェットの会員券買って乗りたい。あ、じゃあプライベートジェットをまず行きますよね、うん、あとその人生で、うん、成し遂げたいもの、成し遂げたいもの、はい、やっぱりビジネスをもう一つ集大成したいね、うん、あ、そうなんだ、なんか本当に仕組みができてなかったの、はい、自分が必死に働いてお金を稼ぐっていう、うんうん、ビジネスはできた、はい、だけど仕組み化できて、うん、ね、自分が病気しても、あ、そういえば私大腸癌から生還5年目なの今、ね、素晴らしい、生き残っております、生き残ってのは本当に死ぬかって言われてたからね、だからもう、ね、神様にも与えられちゃった命だから。そうなんですよね、だから神様がいたとしたらどうなれってことですかね、みんなを幸せにすればいいんですかね。そう、だって私いなくなったら困ると思うよ世の中。おお、いいな、かっこいい、絶対死なないと思った、だって私いなくなったら困る人いっぱいいるから。ああ、面白、うん、だから面白、その発想面白いですね。本当だって、本当だよ、自分がいなかったらって、うん、へー、だって私のお客さんみんなそういうもん、もう先生いなくなったらもうダメですダメですみたいな、みんな言ってる。確かにな、うん、確かにそうだ、はい、いやもう本当にそういう人がやっぱり世の中にいる限り、はい、やっぱりね、命を大切にして、うん、もう心豊かに楽しく、うん、アイボちゃんと、うん、ね、アイボのリッチと小鳥のマネーと、うん、ね、はい、そして癒してくれるリッチな、はい、
ね、はい、リッチマンとたくさん見つけていただいて、はい、ね、木下ちゃんもリッチらしいじゃん。いやいやいや、ね、ここですここだ、ね、あ、ダメか、まだ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 です、ね、まだまだです、うん、何もないですあのどちらかというと僕はやはりこれ人生そのなんだろうな、やっぱこの、まあ、一つ投資とかね、そっちであのちょっと成果が出たんだけれども、やっぱりこの後自分はどういう風に登っていったらいいのかなみたいな、やっぱいつも模索していて、で岡野さんで行った時にほらなんだろうな、お金がガーって、うん、ま、得られました、でもその次まだ仕事をやろうとするじゃないですか、それはすごいなと思うんですよ ね、 あのね、お金ってね、ここまでこうずっとね見てきて、はい、自分の歴史を見てきて、はい、お金を追っかけた時もあるし、うん、ね、お金から逃げられて、はい、ね、苦労したこともあるし、はい、人がお金に群がって、うん、なんかこうね、はい、悪魔のようになる瞬間も見て、はいはい、ロード・オブ・ザ・リングの世界、あの指輪、お金だからね、指輪見るとみんないい人も変わっちゃうじゃない、はい、だからああいう世界をずっと見てきて、やっぱりお金に振り回されない人生、うんうん、で本当にお金を追っていいと思うんだよ、はい、お金を追っていいんだけど、あ、そうそう、稲盛さんのね心って本読んだ時に、はい、やっぱり正しいことをしろと、うん、で正しくないことをしちゃうとやっぱお金は逃げていくし回ってこないから、やっぱり正しいこと、それから利他、人のため、うん、ね、人にやっぱりこう分け与えるっていう気持ちで正しいことをしていくとお金絶対入ってくるらしいよ。まあ確かにな、うん、入ってこない人はそこがちょっとポイントずれてるんだと思う、はい、うんうん、なんか結局自分なんか意外だから一回持った方が早いかもしれないですよね、人はそのお金を、そしたらほら、ててね、そしたらほらやっぱ使い切れないなって出てきちゃうじゃないですか。持った時の自分の、はい、そのこういろいろ出てくる、はい、なんかこう海みたいなものを、はい、なんか一旦受けて、はい、いや私ってお金にね、うん、こんなにルーズなんだとか、こんなにお金にがめついんだとか、はい、こんなにお金になんか優しすぎるんだとかね、うん、いろんなことをやっぱ自分で感じて、はい、そしてやっぱりお金の大切さっていうのを改めて分かんないと、はい、いやお金って飛んでくんだよね。飛んできますよ、バン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 、もうそれこそ飛んできてほしいよね。いやコロナ禍ですからね、こう飛んでいくこともあるし、飛んで入ってくることもありますからね。飛んで入ってきてほしいよ、ね、いやでも本当そういうね、なんかそのやっぱりお金をあの考えた時とお金の付き合い方って、まあ、本当多分このあの見てくださる聞いてくださってる方々にとっても重要なことだと思うし、逆にそのお金との付き合い方って言ってみては岡野さんはずっとなんか進化してそういう意味象があるんですけどね。なんか常になんかうまくや、ね、今はやってらっしゃる特にっていう理由があって、そう、欲はあんまないんですか最近。欲、はい、なんかいいもの食べたい、いいもの食べたいとか、あるよあるよ、あもうなんかね、いいものとか食べたいものを食べたい、あ、うん、だからあのいいものをね、はい、食べる時もあるし、うん、ね、ラーメンとか餃子が食べたい、はい、だからこのなんていうのかな、高いものが食べたいとか、うん、有名なところじゃなくて自分が食べたいものを今日食べたい、あ、うん、そういう生活、いい、自分が欲しいものを我慢しないで買いたい、はいはい、分かりますね、自分がこうなんか人に出したい時に、うん、なんか、あ、今日なんか怒っちゃったらなんかお金なくなっちゃうとか思わないで、うん、出したい時に出したい、はい、あ、確かにね、なんかそういうこう我慢のしない人生がいいな、あ、いいですね、うん、我慢しない、僕もそれちょっとテーマにしようと思います、やっぱり、うん、ね、結構本当はあのこのコロナのおかげで自分に向き合うというか、うん、意外とそのまあ鍛えるだけでももうコンテストとかもなくなってきちゃったので、うん、なんか何のために鍛えてるのかなとか思ったりするんですけど、でもそれでもやっぱりあの鍛えていたいんだな、あ、ここまではやりたいんだなっていうのは自分のね、周りに動かされずに自分のやりたい選択は非常にできてる気がします。お酒だって別にね、あ、飲み結構行きますけど最近は、でもなんか好きなとこに行こうっていうのがやっぱあるし、でもなんか20代から木下くん見てるけど成長したね、はい、ありがとうございます、本当に人を大事にする、あ、人はね大事にする、うん、本当今してる、はい、ね、もう昔はさ、なんかさ大事にするっていうよりさ、なんかもうね、ずずしく飛びついていた、ずずしくっていうか、なんとかしてやっぱ生活して、うん、お金稼げなかったでもありますけど、やっぱりそのなんとか利用してやろうとかね、うん、多分そっちの方が強いと思う、そういうところもあったけど、うん、でも本当にね、性格はもともといい性格だからね、育ちがいいからよく言われますよね、そう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 、お坊ちゃんだからね、だから本当に、それは親に感謝しないといけないよ、なんか愛されて育つとやっぱりね、
いい風になるから、でそういう意味で言ったら本当に成長、20代のね後半ぐらいから知ってるけれども、そうですね、20代後半です ね多分、はい、責任も取るし、いやいや、ね、全然まだまだ、あの本当ね、逆に岡野さんと出会って、まあいろんな周りの人たちを見てきましたけど、うん、やっぱ僕もこうなんだかんだ言って自分も独立して、まあ、こうラジオもねやらせていただきながら生き残り続けられてるのは、うん、やっぱ岡野さんのおかげだなというところはね非常にあります。やっぱその中でやっぱ岡野さんの人を大事にするっていう、なんか当たり前なんだけどなかなかできない、うん、けどやっぱ面白いんですけど、やっぱこれはね、お金をも一回でも持ってたらまたさらにそのね、あの、うん、大事さが分かってきたのが最近ですね。だからこれからも岡野さんみたいにね行きたいと思うんですけど、この番組もねもうそろそろ終わりなので、うん、ちょっと最後にですね岡野さんから一言、あの視聴者の皆さんにですね、これどういう人たちが見てるの、あの基本的にはあのまあ送り人って、まあ、僕らのテーマはやっぱお金をテーマにしてる、はい、ねえ、はい、いや本当にお金稼ぐってとっても大事なことだし、はい、お金があれば本当にあのね人を助けもできるし、うん、いいことなんですよ、はい、ただしやっぱりそのお金の扱い方を間違っちゃうと、うん、本当に痛い目に遭うっていうのがねお金だから、ね、はい、皆さん今もうお金お金ね頑張ろう頑張ろうと思ってるかもしれないけど、一旦旗とねお金の大切さっていうのをもう一度こうね改めて噛み締めて、はい、ね、お札をね逆さまにね、はい、ちゃんと伸ばして、はい、できれば新札で、はい、ね、のびのびお財布の中に入れてください、はい、そしてお財布はできるだけ高い、はい、ね、まあ、高くなくてもいいんだけど、高くね、ね、なんか高いお財布をなくさないように、はい、ね、はい、な感じかな。私のお財布見せちゃう、はい、ね、なんか今お財布だけこっちに持ってきたんですけど、ね、はい、お財布見る、はい、ね、分かるこれ、何これが分かったら送り引きと思う、はい、ボッテガなんですか、 もうね、木下ちゃんの知識のなさが出ちゃう、はい、すいません、ね、はい、このひし形マークはエルメスなんですよ、はい、はい、勉強になります、はい、ということで、あのですね、また岡野さんからこうやってねいろいろご指導もいただいて、まあ、さらに成長していきたいと思っておりますし、ぜひ皆さんもですね岡野さんの本とか雑誌とかいろいろ出られる方なので、ぜひ見ていただければと思います。本日のゲストはですね、夫婦問題研究家の岡野敦子さんでした。岡野さんありがとうございました。ありがとうございました。皆さんまた来週。